今日は佐藤康雄について学習しましょう。目次です。1太平洋戦争以前、2スラバヤ沖海戦。3ガダルカナル島の戦い。4祖の最後。簡単にわかる偉人伝、佐藤康雄。佐藤康雄、1894年3月31日から1943年3月3日は、日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。1太平洋戦争以前、佐藤康雄は医師佐藤啓二の息子として東京で生まれる。静岡中学校を経て1916年大正5年11月海軍兵学校44期を卒業し、11月22日付で海軍少尉候補生装甲巡洋艦時は乗り組み、若い頃から愛煙家主号で知られていた。佐藤は太平洋戦争海戦を第9駆逐隊司令として迎え、数々の海戦や作戦に参加した。第8駆逐隊司令へ転任直後の1943年昭和18年3月3日ビスマルク海海戦に参加。ダンピール海峡において司令駆逐艦の浅潮沈没時に戦死した。ニスラバヤ沖海戦。1942年、スラバヤ沖海戦での佐藤康雄の活躍が著名となった。この戦闘は2月27日から3月1日にかけて行われ、日本艦隊が連合国の艦隊と交戦した。2月27日の昼戦では、日本の第5戦隊従順、那智と羽黒。第2水雷戦隊系巡神通、第4水雷戦隊系巡中が酸素魚雷を使用して攻撃を仕掛けた。他の日本の艦隊が次々と魚雷を発射し反転していった中、第4水雷戦隊と第9駆逐隊佐藤司令は敵艦隊に肉薄し続けた。佐藤司令は距離8000メートルでの発射を進言されたが、肉薄攻撃を選択し5000メートルまで接近してから魚雷を発射した。彼はそのまま直進し敵艦隊に肉薄し続けた。連合軍の駆逐艦エンカウンターとエレクトラが反撃し、砲撃戦が繰り広げられた。エレクトラは航行不能となり、しかし一発の砲弾が浅雲の機械室に命中し、電源故障を引き起こした。しかし、佐藤大佐の命令の下で、冒頭の括弧小銃砲撃と峰雲の砲撃により、ついにエレクトラは撃沈された。村雨水雷長は、この瞬間の決断と実行力に感嘆し、高木武雄少将も佐藤大佐と第9駆逐隊の奮闘を称賛した。この戦闘で第9駆逐隊は軽巡1隻と駆逐艦2隻を撃沈し、その功績を報告した。戦果検討の席上で異論が出た際、佐藤は怒鳴りつけて反論に応じた。サンガダルカナル島の戦い。橋本慎太郎少将はガダルカナル島戦当時の第3水雷戦隊司令官で、佐藤康雄を非常に褒めたたえました。当時、制空権や制海権のない海域での駆逐艦による輸送作戦が行われ、多くの艦船が損傷していました。しかし、他の駆逐隊司令は輸送作戦に参加することをためらっていました。そんな中、佐藤康雄は自ら輸送作戦への参加を志願しました。彼は謙虚で頼りになる指揮官として、橋本司令官に印象付けました。また、他の艦船が積み荷の増加を嫌がる中、佐藤司令は積極的に積み荷を増やす提案をしました。佐藤は引き続き駆逐艦浅雲を指揮して戦場に赴きましたが、姉妹艦峰雲が被弾し内地へ開港されました。さらに、サボ島沖海戦では従巡洋艦古高と駆逐艦吹雪の救援に向かうため、駆逐艦4隻を率いて再び戦場に戻りました。しかし、空襲により夏雲と村雲が沈没し、浅雲と白雪は乗組員を救助しました。第9駆逐隊は浅雲1隻となり、第3次ソロモン海戦作戦に参加しました。4祖の最後。1943年2月15日、佐藤は第8駆逐隊司令に任命され、浅潮型駆逐艦4隻を指揮する。彼は前任者の山城大佐の代わりに最前線の職務を引き受けた。当時、彼の指揮下であった浅潮型駆逐艦満潮は第3次ソロモン海戦で大破し、
大潮もアメリカの潜水艦によって撃沈されたため、第8駆逐隊の実動戦力は2隻に減少した。その後、第8駆逐隊は東部ニューギニアのダイエの増援作戦に参加し、この作戦は生産がほとんどないとされた。佐藤は特務官野島艦長との約束を守り、野島の救援に向かうために浅潮で単艦で出撃し、生存者を救助した後、ラバウルに向け期待した。しかし、連合軍機の攻撃により多くの船が沈没し、浅潮も航行不能となった。浅潮の艦長と多くの将兵が戦死した。佐藤は総員退艦命令を下し、その後浅潮から離れることを拒否し、最後まで艦に留まった。第8駆逐隊は解体し、佐藤は横須賀鎮守府に配置された。彼は戦死後に特進し、海軍中将に任命された。ご視聴ありがとうございました。良かったと思った方はチャンネル登録をお願いします。